に何も頑張らなくてここで生活できる。これがね、ここでできなくなってるっていうことは、ね、頭の位置が相当おかしいんですよ。頭がおかしいじゃなくて、頭がくるくるパとかそういうことじゃなくて、頭の位置がこうなってて、背骨がやっぱこっち入ってくんですよ。だと立てないの、長いこと。必ず後ろに持ってかれちゃう。うん、なので必ずさっき言ったこうやって、あ、楽に立てるなっていうところです。これはね、歯磨きしながらでもやったらいいですよ。でその時にね、今肩こうやってかかと上げてますでしょ。ゆきちゃん頑張ってね、上げてます。で歯磨きしてます、わーって。そしたらさ、親指にすごく力入ってますか、反対に小指側にグッとこう掴んでる感じありますか。親指ですか、小指側じゃない、小指側でグッと掴むでしょ。だから親指を支えてるだけなんですよ。頸骨っていう一番上の骨が、太い骨がズゴーンとなってて、それを腓骨っていう隣にある筋肉じゃなくて腓骨って骨なんだけど、そいつがクッとこう持ち上げてるの。うんうん、これが頸骨で立とうとしたらダメなの。腓骨をクッと持ち上げる、さっきの外旋して引っこ抜く動き、手で使うとこう回してこうこう、逆逆、これが足だとするとこう、意外ときた、こうこう回してグーッと引っ張ってごらん。そうそう、それが足がやってる動きなの。親指はね、この虚骨の滑車ってございます。こういう動きをやるんですよ、こういう動きね。そんでこの脛骨っていう骨は、弁慶の泣きどころって言われてる、すねって書いて脛骨って読みますよね。これはここが土台となってるからグッと力は入るんだけど、その時親指に力は入ってるんです。ただこのまま上げるときってここで上げてんじゃないんですよ。これは支柱になるから、逆にこいつ、この細くてなんだかいらないみたいなこの骨これ腓骨っていうんですけど、この人の筋肉が上に人の体を上げたり下げたりするんです。なんでアフリカのすごいジャンプする人いるじゃない、槍持ってピョーンピョーンって、あの人たちは腓骨筋っていうのがすごい働いてるの。なぬ弁慶の泣きどころ、それだけが、うん、違うんです、2本あるんですよ。しかも皆さん外くるぶし触ってごらん、外くるぶし、はいはい、ポコーンと出てるとこありますよね。これは何かのイボだとでも思ってたんでしょうか、うん、これはね、こいつなんですよ、腓骨筋なの、はい、腓骨筋の一番終わりの部分をイボだと思って触ってんの。俺くるぶしってもの持ってるんだみたいな。でくるぶし出してごらんって時、くるぶしの方ないじゃない、腓骨じゃんこれみたいな、うん、なんかこういう勘違いがあるよね。そう、腓骨で、この人にさっき言った上に上がらせる筋肉がくっついてんの。実はこいつにはあんまりついてないんですよ。だってここ筋肉ある、すぐ骨じゃね、すぐここ当たるんじゃないね、ここほら見ろ、ここ太ってやって、ないですよね、ここは太らないじゃないねえ、ここじゃないじゃない太るところ。ってことはこっちの筋肉の方がいっぱいあるんですよ。でそれがさっき言った上に足を上げるっていう動作の時に、この腓骨筋ってうーってこう持ち上げてあげる筋肉なの。なのでそれを使ってるのが実は外旋筋って言って、こいつらがこう回る動きなの、うん、だからこの外についてるわけ、内側についてるのここなのじゃない外にぐーっと回して引っ張っていく力なの。だからさっきの大根抜きなのね、足が大根、大根足って言うじゃない、ね、この大根を抜くぞってなった時は、足の裏がグーッとなって腓骨筋でギューって上に持ち上げるとライズできるじゃない。これライズって上に上がる、サンライズ ね。で降りる時もこれをヒューッと元に戻す、ヒューッヒューッヒューッ、お、さっきよりいいじゃん、ヒューッヒューッヒューです。オッケー。わかる？で、こんなことが何になるかって言ってね、上に上がれなくなったらね、年寄りだから気をつけた方がいいよ。うん。だからこうやって生活するんだって。さっき言ったでしょ？外旋筋はアンチエイジングだよ。ってことは、腓骨を使って外に回して自分の体を上に上げてるってことは、重力に抗ってることになりますから、アンチエイジングですよ。年取んないように。で、ちゃんといつもここにいてねって。で、この時に外旋してるから、股関節は内旋できないんですよ。だからこの状態でこうはなれないの絶対。だからこうなってる人にライズしてって上に上げてったって絶対無理なんですよ。うんうんうん。だからそんな変な鍛え方するんじゃなくて、そうか、これは大根足。大根足は指を回してクッと上に持ち上げる以上。そう、ほらさっきの全然なったじゃん。そう、それで停止。
そう、気をつけって言った時こうするの、はい気をつけって言った時そのまま上げたままで歩くの、マックスバリュー買い物に行って、あらで、じゃあリリちゃんもご飯買いに来たの、あ、そう、うん、っていうこういう生活を常にできないとダメよ、うん、それでこの感覚が分かってきたら、この股関節は自由だから、実はその上で体がぐる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 回ったり、こうなったりこうなったりする自由性を持ってんの。だからかかと上げてんの、ずっとほらずっと上げてても、ダリラ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 リってこういうバランス感覚、こういうのが大切ですよね、うん、なので腓骨筋っていう 筋肉があるし、あのすごく大切な筋肉がいっぱいあるんですよ。ここにも腓骨筋ってありますよね。で、あのこれね、キネシオロジーで言うとね、あの腓骨筋っていう筋肉は膀胱系という経絡と実は関係あるんですよ。膀胱系の経絡なの。だからおしっこちびる格好してみて、あーもうむぐるむぐるむぐるっていう時はめちゃめちゃ内旋しますよねこうやりますよね、うん、だともう膀胱系全部落ちてるわけよ、はいおしっこおしっこおしっこみたいな感じになってると、でスッキリした時にまたスッとこうやって戻ってきてそう常にこう外旋してるっていう感覚なのね。だからすごく股関節の外旋って大切ですから、この人が外旋できてくると、こいつも収まりどこがちゃんとなってくるの。そうすると反ってねっていう時もちゃんとこうできるんだけど、これがこうなっちゃうと反ってって反れねえんだよほら全然、わかる。なんで先ほど言ったここ、おさっきよりなったじゃんほら、なったよね。そう、お腹がどうしても出るの。そう、太ってないのにねだから太ってる痩せてるじゃないんですよね。こう恥骨がこう下がるっていう動きっていうのが、実はこの股関節の上でこのソケットがこうなったりこうなったりする動きが自由自在にできているかっていうところなんですよ、うんうん、それによっていろんな動きがあのなってくるんですね。